こんにちは、ブロトリーフチャンネルです。今日はジュエルオーキッドという葉っぱに特徴のある蘭についての管理についてご説明します。ジュエルオーキッドというのはこの葉っぱの模様が非常に特徴的な種類で、ここにあるのは香港シュスランというアジアを代表するジュエルオーキッドです。こちらのジュエルオーキッドの管理の仕方は、日差しは1年中レースカーテン越しぐらいの明るさで大丈夫です。または、人工照明の LED の光だけでも育てられることができます。お水やりについては、非常にお水を好む種類ですので、植え込み材料の表面が乾いたらすぐにたっぷりとお水をあげてください。乾かしすぎには注意してください。また、空中湿度が高い環境も好みますので、そういった場合はですね、こういったガラスの瓶の中に入れて根元がなるべく湿ってあげるような環境にしてあげると、よりきれいに育ちやすくなりますので、ぜひ試してみてください。